血の染め物がお似合いになりそうだ。猛虎の心のような色。夕闇の化身が太刀を携えているようだ。また来よう。何やつだ。酒井と申す。本土の武士とお見受けする。いかにも小笠田宗と申す。本土の御家人です。よくぞ対馬まで。火急の時ゆえに下文が届くとすぐに我らは出立を命じられました。志村殿から話は聞きましたぞ。この戦に加わり藩を討ち、猛虎に奪われた城を取り返せばよいのですな。さようです。恐れながら人に会わねばなりませぬ。南の門でお待ちしましょう。その後志村殿のところへ。車輪をよく見て。よく働いておるな。誰も怠けてないか、あっしがしっかり見張ってるんですよ。道中で壊れでもしたらお城の門を壊せなくて大変じゃないですか。アザモウラの時にも使えたらよかった。あっしの荷車がお気に召さなかったなんて。酒の匂いで酔いかけた。タカのことを夜中から聞きました。足なんかよりずっと度胸がある。タカが聞いたらきっと照れるぞ。なら足も精を出さなきゃね。酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは？申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。猛虎どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。ジン、戻っておったのだな。百姓たちを苦しめてはおりませんか。さすが槍川、この者らは見た目よりもずっと頑丈だ。頑固でもあるがな。あなたには及ぶまい。当然だろう。少し前なら私の言葉に耳を貸すこともなかったろうに。こうして力を貸すようになったのはお主の働きのおかげだ。答えねばなりませんね。私も励まねば。猛虎のやつら、石碑には傷一つつけてないんだな。足立様の石碑を壊そうと思う。クロード様がアザモウラに入ったらしいな。坂売りの姿に変化したって聞いたよ。そうじゃないだろう。坂売りがクロード様を仲間に隠して村の中に入れたんだよ。さすが、ただお一人生き残ったお侍。本当に人だったのか。ああ、ここから見ても生きてる人だった。俺なんか。酒井様、ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を鎮めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。
本当だと思うか。猛虎の大将を殺せるのはともかく、さすがに空から飛んできたら嘘だろ。翼があるんだ。クロードは人だ。翼なんてあるわけない。俺の弟がその目で見たって言ってんだ。空から落ちてきて猛虎兵を殺して消えたって。目にも止まらぬ動きだった。違う、翼があるんだ。いよいよだな、援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。坂井殿。小賀殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード、武士が全て討たれ信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、老子殿がお着きです。陣上におる。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。
侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ。故に手強く、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。藩を討ち取りましょう。共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥン藩を討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。
そう。道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう。取り付け。あの櫓、このままでは進めない。お前が策を練り、あの兵器を壊すのは武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。おのおのとどまれ。行け酒井、ギアリを奪え。
道は開けた。押し進め。陣を組め。行け、橋まで進むぞ。炎の橋へ進め。対馬を守れ。対馬を守るぞ。方向を海に押し戻せ。一人も残すな。行かせた。あれじゃ犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのです。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣者になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。ハーンの首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。
十分な飯と酒も少し欲しい。ジンク、マサコ殿、ご無事でしたか。運が良かったのだろうな。息子を見送れなかった償いに、最後までこの若者たちの世話をしてやろうと思っておる。叔父上は朝方追い打ちをなさるおつもりです。何か策をお考えなのだろうか。若いのが傷つくのは見るに耐えぬ。あるはずです。なすべきをなせ、いつでも力を貸す。酒井様。賢治、何をしておる。怪我人のお世話です。でも強い酒を飲ませることしかできなくて、腕を失った人をどうやって慰めたらいいんでしょう。知りたいな。たかならうまく慰められるのに、生きてて欲しかった。そうだな。お前も休め。そうします。悲しんでいます。酒井様。ノリオ、お前の身案じておった。無事でした。私は九死に一生を得ましたが、多くの犠牲が出ましたね。城を奪い返した後に丁重に弔ってやろう。勝機はあるのでしょうか。勝機は必ずある。望みを捨てるでないぞ。もちろんです。いいぞ、続けておれ。先生、壊れた橋の修繕を待ち、朝方出陣します。ハーンの肝を冷やそうというわけか。たじろげば多くが死ぬことになるでな。他の手もあるはずです。どうせ志村殿のお怒りを買うものであろう。民の命を救うものです。思案を重ねて動け。ご異論が。そうは言っておらん。少しでもお役に立てたでしょうか。志村様の芸事で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集めろ。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。
急いで鳥兜を集めた。足りそう。これで何とかしよう。櫓に行ければ敵陣の様子を探れる。毒を仕込む案も浮かぶはずだ。手早く物見を殺さねば。櫓から敵陣を探りたい。全て倒した。毒を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。朝衆だ。竜蔵、やはりここにおったか。宴を開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば。庭を抜けた方がよいな。
And you speech. In the house. That's a hamagwe.酒はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。
待つとするか。イネッパスタットガイ。ジン。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーン頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンについたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。さすら後には引けん。毒とはな、
おじごの教えに背いたか。こうするほかないのだ。城は取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに立てば。足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。全てはあの下人めの企てであろう。おじ上、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁。将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。ジン、鷹のためだ。行け。
用で参った？志村様から酒を届けるよう頼まれましてね。皆さんへのご褒美だとか。捕虜の番をしておるのだ。ここから出られるわけないでしょう。グズグズしてたらお仲間に飲み干されたりして。そういえば島に着いてから水しか飲んでおらんな。ならば酒がしみるでしょうね。ケンジ、何をしておる？見ればわかるでしょう。逃げましょう。逃げれば民を束ねることはできなくなる。叔父上も失望される。ここに残れば本土へ送られ裁きにかけられます。その下旨が届いたんですよ。柱にはあなたしかいないんです。ユナにもあなたしか。無事か？あなたの太刀を持って雪の中ハーンを追っとります。クロードを待ってるんですよ。お許しを、おじゅう。雅子殿、ノリオ、石川先生と大見村へ行け。俺とユナで道を開いておこう。ユナは金であなたを待つと言ってました。ご神木のそば。馬もお戻りを待ってますよ。門の近くに抜け穴があるそうです。そこから出られます。物見の気をそらしましょう。でもあなたが逃げたら足も逃げます。よく来てくれたな。おいしく飲んでらっしゃいます？酔ったせいか焼けたムクロの匂いがしなくなったな。今宵主客の庭でお話をなさると聞いたぞ。猛虎は言った？そう願おう。殺し方が猛くて人じゃないか。クロード様では？頼む、声を上げるな。この先の柵に抜け穴があります。通り抜けられましょう。助かった。私らはあなた様の味方です。対馬まで来たのに物見ばかりとはな。猛虎を撃ちにはいかぬのか。志村君は用心されておる。足を一本があっても仕方がない。あれは二度とごめんだ。本当？酒井様が毒を使った？クロードのおかげでしばらく終わりそうもない。幾万人の百姓と武士の生き残りと恥知らずの言い訳、そのわずかな味方がここまでしのいできたのは認めよう。しかししのいだ。実の甥の手綱すら握られぬ始末。酒井殿が逃げたぞ。隅々まで探すのだ。逃がすな。我らも探しましょうか。いや、袋を燃やして。俺だ。いたぞ！馬上だ！逃がすな！